はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、九州の戦国大名ということで島津氏ということを入れます。なんか島津氏っていうとね、なんか荒くれ者の集団みたいな雰囲気でなんかやるんですけど、実は名門中の名門ということで、守護大名ということになります。もともと守護大名からまあなってきてるんで、まあ順当な名門中の名門というのがまあ実は島津氏ということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。